はい、皆さん、こんにちは。今回から、新しいテーマとして、メタルギアソリッドを作ろうかなというふうに考えています。まあ、もちろんメタルギアって言っても、全く同じようなものじゃなくて、まあ、メタルギアっぽいものを作っていこうと今考えています。で、まだまだ制作途中なんですけれど、今の段階では、まあ、こういう武器の装備ないし、こういう武器の切り替えですね。はできるようになっていますし、あと、まあもちろん発射というか攻撃、武器を使うと、こういうエフェクトだったり、まあサウンドとか、あと、見えるかどうかわかんないですけど、銃の弾が、撃った後の弾がこういうふうに、出るようになっています。もちろん、ショットガンなら、ショットガン用の弾が出ますし、ピストルならピストル、弾が出るように設定してあります。もちろんこういうふうに、まあ、エイム、まあ、構えて撃つようなこともできます。で、ライフル系、ライフルは今のところ連射できるように設定し、連射できるように設定していて、まあ、ショットガンは、まあ、連射できないと思うんで、連射できないような設定にしてあります。あとは、このマップ自体はサードパーソンのデフォルトのマップに無料のテクスチャーを貼り付けているだけです。で、今後もですね、誰でもできるように、すべて無料の範囲内でやる予定にしています。で、この今動かしているコントローラーなんですけれど、もちろんキーボード、パソコンのキーボードとマウスでできるんですけれど、今はこれ、プレステのコントローラーで操作しています。まあ、プレステで操作できるように、まあ設定というか USB つなぐだけなんで、まあ、そういう設定も行っていきますと。で、マップは今後、作っていく予定なんですけれど、まあ、当分はこのサードマップでやっていきます。で、キャラクターも当分はグレーマーでやっていこうかなというふうに思います。まあ最初は適当なキャラクターを割り当ててやってたんですけれど、まあグレーマンも結構綺麗っちゃ綺麗んで、まあグレーマンでもいいかなというふうに思っています。で、この、動画に関しては、まあ、最後までゲームができてから配信するんではなくて、まあ、ある程度できたら、その段階でチュートリアルとして配信していく予定なので、まあ、場合によったら、ここの濃度をこのように変更するみたいなことが出ると思うんで、まあ、それはまあご理解ください。で、この動画に関しては、この説明が終わった後に、あと初期設定ですね。簡単な初期設定を行って、終わりたいと思います。で、次回以降の動画は、この初期設定がされていることを前提に、解説していくので、まあ、できれば最後まで見ていってもらえればと思います。で、まあ、とりあえず、当面は、ここまでの、銃の切り替えだったり、まあ、弾が出るような設定だったり、まあ、エフェクトの追加、に関する動画を随時アップロードしていくので、まあ、興味ある方は楽しみにしていてください。それでは簡単な初期設定をやっていきます。では初期設定ですけれど、まず使うのがアニメーションスターターパックになります。あとミリタリーウェポンズシルバーですね。まあダークとシルバー2つとも無料なんですけれど、これ多分色の違いだけだと思うんで、今回はまあシルバーを使います。まあもちろんダーク使ってもらっても大丈夫です。で、次に、スターターパックですね、アニメーション。これも入れていきます。さっき作った、これだ、これか。で、入れていって、次に、ミリタリーウェポンシルバーですね。で、これ、最初真っ白だと思うんで、ここの、めぐみのショーオールプロジェクト開いてもらって、で、さっき
入れた、ものですね。を選択して、ここを一番下の 4.21 に設定して、Add プロジェクトを開きます。そうすると、まあ、こういうふうに、入っていると思います。で、まず、フォルダを作っていきましょうか。で、ブループリントツと、あとアニメーションですね。アニメーションズのフォルダを作ってもらって、このブループリントの中に、サードパーソンのこのブループリントですね。これをコピーしましょう。コピーヒアって。で、コピー終わったら、名前を BP キャラクターに、設定しますと。で、あとゲームモードも作っておきましょうか。BP マイゲームここにしましょう。で、ワールドセッティングのゲームモードオーバーライドで、マイゲームモードにして、デフォルトポーンクラスを、BP キャラクターにします。で、まあ、セーブして、まあ、こいつは今は、まあ、出てなくてもいいんで消しましょう。で、今度はマネキンの方に行ってもらって、で、マネキンのアニメーションズに行ってもらって、このアニメーション、もともとのサードパーソンのアニメーションを、使って、このアニムスターターパックと、統合したいんで、まずアニメーション、マネキンのアニメーションズに飛んでもらって、このサードパーソンアニム BP を右クリックして、これか、リターゲットアニムブループリントですね。これを選択してください。で、一番下のチェックを外してもらって、で、これを、一番下、UE4 マネキンスケルトンで、ゲームスラッシュ、アニムスターターパックになっていると思うんで、これを選びますと。で、これをリターゲットですね。リターゲットのボタンを押しますと。そうすると、コンテンツのところに、アニムスターターパックの、スケルトンが割り当てられたアニメーションがコピーされます。まあ、実際に割り当てられてるか確認しますと、右クリックして、ファインドスケルトン。と、アニムスターターパックのスケルトンが割り当てられているのが分かると思います。で、確認できたら、全部選択してもらって、これをアニメーション図の中に、ムーブヒアで入れましょう。で、名前が紛らわしいので、こいつを BP キャラクターアニムにしときましょう。で、もうマネキンは使わない、マネキンの中のこのアニメーション図ですね、使わないですし、まあ、アニメーション図自体消していいのかな。そうです、マネキン図自体の、フォルダーをもう使わないんで消してもらって大丈夫です。で、消したらブループリントの BP キャラクター開いてもらって、
多分このままだと動かないんで、ベビーキャラクターのメッシュを選んで、このアニメーションズのとこからベビーキャラクターにもさっき名前つけたやつで、コンパイルセーブしてプレイすると、あれ、ここもあれです。消えちゃってるんで。ゲームアニメスターターパックのマネキンを入れましょう。で、これで動きますね。で、これで、動くことができましたと。で、あと、プレステのコントローラー使いたい方いると思うんですけれど、Mac 使ってる方は、プレステと、プレステにもともとついている、充電するときの USB のワイヤーありますよね。あれとパソコンでつないでもらったら、それだけで動きます。で、Mac じゃなくて、Windows 使ってる方も、それでできれば、いいんですけど、もしできなかったら、確かプラグインがあるみたいで、インプットローだったかな、なんだっけな、Windows で調べたのかな、あ、これですね、Windows ローインプットのプラグイン入れてもらったら、できるみたいなんですけれど、僕は Mac なのでこのプログイン自体使えないんで、試してもらって、使いたい方は試してください。Google でこれの使い方結構出てるんで、それを見ながらやってもらっても大丈夫です。で、もうキーのデフォルト、キーは、最初から割り当てられてるんで、基本的にはこれをそのまんま、追加はしますけど、使う予定ですね。あと VR は使わないんで、消しましょうか。で、あと、ついでに、BP キャラクターのブループリントに行ってもらって、この VR、これも使わないんで、消しますと。あと、タッチインプット、これも使わないんで、消しましょう。これぐらいかな。あとは適当に打ってもらいましょうか。ここが、プレステのコントローラー使いたいときに必要になってくるんで、ここは消さないでください。あとはこれぐらいかな。ここまでできたら、この初期設定は終わりたいと思います。で、次回以降から、ちゃんと、作っていく予定で、とりあえず、何回に分かれるかは分かんないですけど、武器の交換だったり、エフェクトの追加だったり、弾が落ちるような設定、そういうのを、近々アップしていくので、楽しみに待っていてください。それではまた。